揺れてたの？心地よい揺れで。それ寝てて乗り過ごしたってことならロンガリだけど。せめて1時間半だけでも面接してもらえないでしょうか。私のプロフィール最新バージョンの持ってきたんで。1時間半とか長いし、そしてまた長いな、最新版のプロフィール巻物か。それはもう後がないんです。実は書類で999社落ちてしまって、面接 OK だったのもここだけなんです。どうかお願いします。いや、うちも面接させるとは言ってないし、面接時間過ぎちゃったし。見たらい愛子と言います。27歳です。お手洗いと書いて見たらいと言います。趣味は芸能で。誰の手間も始まってんのかな、勝手に。あの、美と健康には人一倍気を使ってこの程度ですが、美の研究歴と知識におきましてはそれなりに自信があります。美の研究ってことは何？美容系の研究施設とかにいたわけ？いえ、私薄汚れた外気にあふれずに生活の全てを部屋の中で賄える人種なもので。要は引きこもりの独学じゃねえかよ。なんか今いい風な言い方したけど。ちょうど親の遺産もつきまして、何か自分を変えるいいきっかけかなと思って就活を。昔から美しいものに憧れてたんです。美と健康の代名詞といえば御社ってなイメージだったので。ですから私、御社のメイク落とし、化粧水、乳液、あとハンドクリーム、これらすべていつか使いたいなと思ってます。使ったことないんかい。使ってますって言うのかと思ったら、あのね、この短時間だけで判断できちゃうのは残念だけど、君を雇ってもうちに何かメリットがあると思えないんだよね。いや、ところが私込めて学生時代、地獄のようないじめを受けて、そのために死にかけました。なので、臨死体験の数では誰にも負けません。怖いんだよ、誇れることが。この会社には骨を埋める覚悟です。もし私が社内で自殺したら、もう好き勝手に社内に散骨してください。もうそれぐらいの覚悟ですので雇ってください。究極の美しさを追求したいんです。ああ、分かった、分かりましたから、どうぞお引き取りください。分かってもらいました。じゃあ、合格ってことでよろしいんですね。そんなこと一言も言ってないんだよ。追って連絡しますからね。あの、もし不採用だった時のために皆様のお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。おお、取り出したわら人形で何する気だ。おい、もしできればお一人様ずつ髪の毛とかもいただけると嬉しいんですけど。だから何企んでんだよ。いいから早く帰りなさい。というような面接を経て思うのであります。わずか 4,5 分足らずの持ち時間で私という人間を理解してもらえるわけがないと。今までの自分を変えたくて就職活動というものを始めてみましたけれど、やはり似合わぬことはすべきじゃないかなと思った1週間後のことであります。郵便屋さんだ。こっち。うわー、ぶつかった。いや、私の彼氏をひき逃げするほどの勢いで届いた速達。お前はやばい。でも